お疲れ様でございます。こちらのフロア清掃終わりましたのでお先に失礼いたします。お疲れっす。今日のところはお許しください。休みの日に珍しい。こんな一度にたくさん聞いてわかるの？ええ、聖徳太子殿には遠く及びませんが、昨夜星の巡りを見たところ、北斗七星の輝きが強く、南から東に向けて星屑が一筋の弧を描きました。今夜は六本木界隈が激アツということで、クラブ周りでもしようかと。やっぱ遊びたいだけかよ。英子さんもご一緒にどうですか？さっき英子と六本木に遊び行きましたよ。はぁ、あ、英子まで連れてって何考えてるんだ、孔明の野郎。